続きまして共産党参議院議員の山下義樹さんよりお願いいたします。ご紹介いただきました日本共産党副委員長の山下義樹です。共産党の議員団の皆さんお立ちください。ざっと紹介します。大木田義信衆議院議員、斉藤和子衆議院議員、清水正衆議院議員、畑野金平衆議院議員、浅山和也衆議院議員、藤野康文衆議院議員、宮本徹衆議院議員、井上聡参議院議員、市田忠義参議院議員、岩渕智参議院議員、平良義子参議院議員、二木聡平参議院議員、山添拓参議院議員でございます。ありがとうございました。こんなにたくさん共謀罪に反対する連帯が広がっていることに大変心強く思っております。頑張りましょう。共謀罪法案は審議すればするほどクエスチョンマークが増えていく法案です。これ金田法務大臣の答弁能力がないからだけではありません。法案そのものが何を考え何を合意したか心の中を処罰する憲法違反の法案だからではないでしょうか。こんな法案は誰が説明しようとも誰も納得させることはできません。廃案しかありません。始まったばっかりの参議院の審議でも新たな問題点が増えております。一昨日の本会議で岐阜県警大垣署が中部電力の子会社が作ろうとしている風力発電に心配をした住民の勉強会をした人たちを勝手に個人情報を調べ上げてそれを子会社に提供してどうやって住民運動を潰すかという相談をしていた。こんな事件がありました。2年前私国会でとんでもない人権侵害だと追及しましたら当時の警察庁警備局長は通常の警察業務の一環ですと開き直ったんですが、一昨日この認識は今も変わらないのかと聞きましたら松本国家公安委員長は必要な範囲の警察活動ですと答弁しました。同じような認識で今もやってるということです。昨日法務委員会でではこの大垣署に個人情報を収集された4人の住民の方は金田法務大臣の言う通常の社会生活を送っている、人ですかとこう聞きましたら金田法務大臣は答えに詰まりましてこの件については答弁を控えたいと。こんな当たり前の通常の活動をしている人をそう言えないんです。ではこの4人はなぜ情報収集の対象となったのか、その基準は何かと問われて警察庁長官官房審議官は今後の警察活動に支障を及ぼす恐れがあるので答弁を差し控えるということです。皆さん結局警察のさじ加減一つで情報収集の対象にされるということではありませんか。警察は過去も現在も普通に暮らす市民を監視しています。こんな警察に共謀罪を与えたらますますそれは恐ろしい監視社会になるではありませんか。だから国連のプライバシー権に関する報告者ジョセフ・ケナタッチ教授からああいう深刻な公開書簡が送られたんです。これに対して日本政府は中身には何にも答えないで強く抗議すると言い放ちました。いいでしょうか。現在日本は国連人権理事会の理事国なんです。昨年理事国の選挙に立候補する際に先ほど会長さんからお話があった特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のために今後もしっかり協力していくとこう約束して理事国になったんです。ところが公開書簡の中身知ったら数時間のうちに不適切だ強く抗議するという文書を出す。皆さんこれ美しい国ではなくて恥ずかしい国ではないでしょうか。一昨日安倍首相はケナタッチ教授の公開質問の書簡については追ってしっかりと我が国の立場を説明すると言いました。順番逆じゃないでしょうか。まず先日に説明すべきです。昨日いつ説明するのかこう聞かれて外務副大臣は今政府内で内容を精査し具体的な対応を検討しているところでございますと答弁しました。プライバシーと表現の自由への懸念を
指摘されて、これから対応を考えるというところに、この法案のデタラメぶりが示されているのではないでしょうか。憲法を一番守らなければならない総理が、憲法を踏みにじる先頭に立っています。国民よりも自分の弟